ージする。あ、ボール変えるようですね。変えますか、はい、あ、確かにボール少し変えてきましたね、はい、さあ後半戦です。第6フレーム変えてきましたが、はい、ただ変えましたけれども、あのラインそのもの、投球ラインそのものもあまりこう右へ出さずに、はい、中央ですね、ポケットに向かってまっすぐというラインを取ってますので、ちょっと今は集めに行きましたかね。この辺をどう、まあ、この次のフレームあたりから対応するのかというところが一つポイントになるかと思います、まあ、何度もお伝えしていますが、このガターギリギリからこう鋭く食い込む、非常に回転数の多いというのがこの森のボール。そうですね、はい、まだそのボールでなかなか自分のそのいいポイントを見つけられていない状況です。そうです。ここはマークをつけました、はい、スペア。まだここまではオープンフレームはないというこの伊勢川です、はい、この段階でも40ピン、はい、ピン差がついてしまっているので、あとは伊勢川さんは今の状況を鑑みるとスペアを拾っていく、うん、作業で全然大丈夫だと思います。まだストライクがない18番レーン、はい、スプリット、はい、これは相当取るのは難しいという、はい、7番10番ですね。今伊勢川さん投球ラインを少し変えたんですけども、はい、ほぼまっすぐ目、ボールを右に運ばずにまっすぐ目に投げたんですけども、膨らんでないわけですね。そうですね、そこでやっぱりフックが、ボールにフックが、症状が出ずにそのままポケットに行ったためにこういうピンアクションになってしまったということですね。これはどうですか、もうテイクワンですね、うん、はい、一つですか、はい、右側のピンを取りに行きます、はい、ここで初めて伊勢川この優勝決定戦オープンフレームということになりました。ただ第5フレームの得点だけを見ますと30点以上伊勢川がリードしているという状況です、はい、ただ森は第6フレームスペアをつけましたので、ま、その差が全てというわけではありませんが、はい、ただここまでは伊勢川がだいぶリードを取っているという状況です、はい、まあ、まだまだフレームがありますのでね、はい、森選手はまだ気持ちを切り替えています。スコア、伊勢川選手のスコアよりも自分の投球ラインに集中すべきですね、はい、はい、この17フレームではしっかりとここまで全部ストライクを取っているのが伊勢川です、はい、この17フレームに、17レーンに関してはある程度もうしっかりと読み切ってるわけですね。もう読み切ってますね、はい、完全に投球ラインを掴んでますね、はい、1、3、5、7というそのフレームは全てストライク、はいはい、森選手も感じているように18番レーン側のもうオイルが伸びきった状態っていうのが一番気になっているところで、はい、そこをどう対処しようかというところで、まあ、思いあぐれているという状況ですかね。これもしですから18番レーンでストライクが出るとまだ乗ってくる可能性もあります。そうですね、はい、これも内からです、はい、膨らみきらない。そうですね、はい、まあ、この辺は先ほどのサイン決定戦のガターがやはり心理的に影響しているのかなっていうのも垣間見れるんですが、はい、やはりもう少し右側にボールを運ばないと思ったようなフックは得られないのかなという状況ですね、はい、カウント5、はい、しかもこれどうでしょうか、取るのは難しいでしょうか。非常に難しいですね、はい、どのあたりを狙いますか、曲がらないボールで1番3番1番2番の間、はい、もしくはポケットというところで、まあ、通常は狙いますよね。そうですね、ですがここはまたオープンフレーム、はい、2本残ってしまいました。こういった展開も後半に入ってきていますから、あとは8、9、10、そうですね、はい、もうかなり苦しい状況にはなってきています。そうですね、はいはい、もう準決勝、まあ、この朝の準決勝をからの様子からするととても考えられないような、状況になっているんですけども、はい、まあ、本人もチームは頭の中真っ白なのかなという状況ですね、はい、まあ、16歳初出場 で、ね、はい、初めての優勝決定戦、はい、これはだいぶ膨らんだ、まあ、でもこれは今度は薄い、はい、なんとかしようという気持ちで投球をしているとは思うんですが、はい、なかなかこう思ったところに投げれていないというのが今状況ですかね。この表情が全て物語ってますね、はいはい、1番ピンも外してしまいました、はい、まあ、このあたりで一度の、まあ、開き直るといってはなんですが、はい、朝使っていた、あまりの曲がりの弱いブレタン材のボールを、はいはい、もう一度トライしてもよかったんではないかなというふうに思いますね。先ほどと同じようなスペアを取りに行ったんですけども、はい、ここもやはり2本残ってしまいました。ですから
7フレーム8フレームともにオープンフレーム、そうですね、8ピンということになりました、はい、さあただ伊勢川もこの偶数フレームまだストライクはありません、そうですね、はい、18番レーンちょっと苦しんでますよね、これは第2スパットを通した、はい、いいレーン、これです、いいこのラインが出ました、はい、初めてこの偶数フレームでストライクを取ってダブルです、はい、これで伊勢川の今大会優勝が決まったということになりました、はい、もうコントロールということでもちろん特筆すべきところなんですけども、はい、しっかりとしたボールに回転を与える力っていうのももちろん兼ね備えているので、こういった球質になるわけですね、きちっとボールボイルの切れ目からボールが反応してこういう素晴らしいポケットヒットを生んでいるということですね、3連続です、はい、17番レーンに関しては少し内側から曲げてくる、はい、しっかりとそのレーンコンディションを読んで、はい、読み切ってますね、はい、後半3つストライクを並べてきました、はい、さあ森にとっては16歳、あとこれ開き直ってですね、そうですね、もうなんとか答えを見出して、このゲーム終わってほしいですね、爆発力を見せてほしい、はい、お一瞬ブルックリンかと思いましたが、はい、やはりボールを右に出すとボールが返ってこない、いわゆる曲がってこないというところもあって、はい、少しまっすぐめに投げたんですが、今度は逆にこうまっすぐですとボールの切れ目からボールが反応してしまうというところで、いわゆるブルックリン1番、はい、2番の方向にボールが行ってしまったというところですね、はい、まあ一つこれはただ森にとっては大きな経験かもしれません、そうですね、はい、もうこういうスコアは練習でもほとんど出ないと思うんですけれども、しっかりとここはマークをつけました、いや本当にこのスコアというのは森の力からしますと信じられないようなスコアであります、今日の朝の準決勝のスコアからすると、はい、とても考えられないような、はい、準決勝6ゲームで1400点、もう230いくつアベ、うん、のスコア叩き出してたんですけども、はい、もうこういう結果になるとはね、うん、夢に本人ももちろん本人も夢にも思ってなかったと思いますが、さあこちらは17番レーンで来ました、はい、これが実に第1フレーム以来のストライク、そうですね、ただこういう苦しい経験をして最後どう締めくくるかというのはどうしても、ね、清水さんないでしょうね、はい、非常に大事なところですね、まあパニックって言いますかね、はい、もう頭の中真っ白な状況でも最後までしっかり投げ切るというところ、うん、答えを見出すところに努力するというところが必要なことかと思いますね、これも狙ったところにも厚く入ってはいると思います、そうですね、はいはい、もうコントロールそのものがもう制御されていないので、なかなか難しいと思いますね、ですから本来の森選手の投球ではなかったと、まあ、それもやっぱこの NHK 杯だからというところもあるかと思いますけれども、やはり初出場で、まあ控室この準備前の1時間のインターバルの中でも本人にちょっと伺ったらもう緊張しまくってますっていうことを言ってましたんでね、うん、ここは片手、はい、あここも外れてしまいました、はい、ちょっと気の毒ですけども、まあ、いい経験になったかなというふうに思います、優勝決定戦森は130というスコアになりました、はい、250以上の今日準決勝ではスコアもありましたが、はい、130というスコア、はい、さあ伊勢川としてはここストライク3つきれいにこうパンチアウトで締めくくれるかということになってきます、そうですね、はい、先ほど言ったですね、はい、あっとこれはただ10番ピンが残りました、はい、ただラインとしては同じようなところに本当に投げてきます、はい、素晴らしいですね、はい、タイミング、リズムで投球間のインターバル全て、同じリズムで投げてますので、はい、まあ、この投球精度の高さが伺えられますよね、うん、まあ、それもあってボールにきちっと回転もかけられてますし、はいはい、そうかなりもうレベルの高いボールをしていると思います、はい、さあこれでスコアをつけて、そして最後もう一投でこの試合を最後締めくくるということになります、はい、最高207まで伸ばすことができるというストライクを取りますと、
まあ、和歌山県チームは非常にレベルの高い選手が多い中で切磋琢磨をして今大会はこの優勝決定戦勝ち上がってきました。はい、最後の一投、はい、リバースポット内側から、はい、入ってきました。ストライクで締めくくりました。伊勢川、この NHK 杯全日本選抜ボーリング選手権大会初優勝。解説は全日本ナショナルチーム監督の下地和森さんです。はい、この優勝決定戦の結果どのように受け止めてますか？いえ、もう伊勢川選手がもう普段通りの本当に持ち味を十分出し切った素晴らしいゲーム運びをしたと思います。はい、まあ、対する森選手にとって大変の辛いゲームになってしまいましたけども、この場にいることが素晴らしいこと で、 そうなんですよね。はい、ここに至るまで本当にあの素晴らしいゲームを予選を通して、予選準決勝準々決勝準決勝を通して、投げ切ってきた選手ですのでね、はい、もうここはもう確かに130点でローゲーム打ってしまいましたけれども、はい、この優勝決定戦で投げたということが誇りに思って今後もますますボウリングに精進に励んでほしいなというふうに思います。はいはい、準備ができ次第優勝した伊勢川選手のインタビューをお届けすることにいたします。伊勢川が207というスコアでこの NHK 杯を初めて制しました。16歳の森は決勝を敗れましたが、ただここまで勝ち上がってきたことが非常にすごいことです。はい、では優勝インタビューです。では優勝しました伊勢川花江選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。見事な優勝決定戦のプレーでしたが、まずそのプレーはどう振り返っていらっしゃいますか？はい、自分でもうまくできたかなと思います。優勝決定戦に向けてはですね、立ち位置でありますとか狙いどころといったところはこう変えてきたところはあったんですか？はい、決勝前の決勝戦とは少し変えました。うん、どのようなところを工夫しましたか？光ってるボールに変えて弾きがいいボールに変えました。それがうまくいったんですか？はい。そうですか。今大会通して、振り返ってどんな大会だったでしょう？はい、自分の投球もすごくいい感じに投げれたかなと思います。リリースのタイミングがこう悪くならないようにということで昨年から練習をしてきたということなんですが、そのあたりのこう積み重ねというのはいかがでしたか？はい、準決勝では少しうまくできなかったんですけど、決勝に合わせて練習投球で調整できたかなと思います。それから和歌山のチームメイトの皆さんの支えやアドバイス、こういったものはどうだったでしょうか？はい、すごく心の支えになりました。さあ、この NHK 杯のタイトルを取ったというのはですね、この競技人生にとってはどんな意味のあるタイトルになりますか？はい、これからちょっと緊張する材料になると思うんですけど、負けずにこれからも成長していきたいなと思います。今シーズンはこの後はどんな目標を持って臨んでいきますか？はい、国体があるのでそれに向けて練習して天皇杯和歌山全体で取りたいなと思います。これからも期待しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。